オクタビアヒル・オクタビアヒルは19世紀後半の特にロンドンの住民の福祉に関わったイギリスの社会改革者である。彼女はケンブリッジシャーのウィズ・ビーチに生まれ、彼女の姉でカール協会の設立者でもあるミランダ・ヒルと協力して活動した。父はジェームズ・ヒル、祖父は公衆衛生改革の先駆者であるトマス・サウスウッド・スミス医師。 ヒルは公営住宅を含む福祉住宅の発展に力を注いだが、さらに貧しい人々のためのオープンスペース運動を推進。その結果、歴史的名称地と自然的継承地のためのナショナルトラストの設立を見るに至った。1905年給品法律委員会委員。ヒルとミランダは共にオープンスペースの保全に力を尽くした。 ヒルは、ビクトリア朝の多くの偉大なる著名な芸術家、作家と交流があった。一例を挙げれば、ジョージ・マクドナルド家でのパーティーでは、ジョン・ラスキンがヒルをダンスのパートナーに選んだ。このラスキンこそ、ヒルの住宅改革事業の最初の投資家であった。ヒルは、進学者で、英国国境界主催の社会改革者、フレデリック・デニソン・モーリスに、大きな影響を受けた。 デニソン・モーリスの息子であるエドマンド・モーリスは、ヒルの手紙を編集して、手紙は語る。オクタビア・ヒルの人生を出版。この書簡集は、ヒルの生涯を知る格好の手がかりとなっている。ヒルの著作には、ロンドンの貧民層の住宅、私たちの共有地などがある。1859年、ヒルは陸軍に入隊する男子の予備教育組織である、陸軍幼年部隊を設立した。 オクタビアヒルの記念碑がサリーの継承地ハイドンボールと呼ばれる丘の頂に建てられる予定。ヒルの家族が彼女の死後間もなくこの場所に石の腰掛けを作り、ここからは山歩きをする人々がサリーの素晴らしい田園風景を眺められるようになっている。ウィスベッチにはオクタビアヒル生誕地博物館がある。1995年ナショナルトラストは 設立100周年を迎えたが、その記念として、ヒルを叩えて、彼女の名を冠したバラが作られた。現在、オクタビアヒル協会のほか、米国のフィラデルフィアには、小さな不動産会社、オクタビアヒル社があり、かつては、市外の庭、中所得者層に、手頃な価格の住宅を供給、また、オクタビアハウジングケア社が、オクタビアヒルの事業を今に継承している。 オクタビアヒル、ありがとうございます。